こんにちは、レフト兄弟です。今日は前回に引き続きセイントセイヤザ・ロストキャンバス冥王神話になります。誰レビューするのってこいつだよ。キャンサーのマニーゴールド、めちゃくちゃ人気高いっすよね。でもね、セイントクロスマイスでは発売されてないんですよ。まあそういった形でね、DVD の方で今用意させてもらってます。この表情めちゃくちゃいいっすよね。まあよく見るとね、この双子神もめちゃくちゃかっこいいんですけどもね。じゃあ今回どうするのって、まあ、前回のアルバヒカと同様、海外サイトを見ていたらこのマニーゴールドの頭部パーツが売っていたんですよ。それがこちらになります。これね、箱は割としっかりしてるんですよね。まあ正面はね、ゴールドセイントが描かれています。で、梱包箱、これはね、相変わらずクソ汚かったんで、もう速攻処分させてもらいました。ちょっとね、動画でお見せできなくて申し訳ございません。で、裏の方はなんで書いてあるかさっぱしわかんねえなまあこれは後で見ていくってことで、ひとまず置いときます。で、やっぱりね、素体とクロスの方どうするの。まあ DVD 邪魔なんでちょっとどかしておきますよ。素体とクロスはこちらを使いたいと思います。まあキャンサーのデスマスクのオリジナルカラーエディションですよね。まあ今回もね、並行してこちらの方も見ていきたいと思います。で、 OC ってことで原作カラーになります。これもめちゃくちゃかっこいいですよね。じゃあ早速横の方を見ていくと、この高笑いの表情、これめちゃくちゃ好きなんですよ。で、反対側がオブジェ形態で、裏の方はこれは赤色明快派かな。まあ以前ね、アニメカラーの方はレビューしてるんでね、もうそれの色違いっぽいっすね。ではね、早速もうこちらの方で開封しちゃおうかな。じゃあこちらの方を開封させてもらいます。じゃあ出してしまいますよ。これね、プラケースの方は3つに分かれています。で、これがデスマスクのフィギュア素体。やっぱり原作カラーなんで髪の色が違いますよね。アンダーウェアも真っ白です。で、この辺りがクロスになるかな。で、これがオブジェ形態になりますね。やっぱりこの原作カラーはマントが全部真っ白なんですよね。まあそういった形でね、こちらの方チョイスさせてもらいました。では早速ね、こちらの方装着していきたいと思います。はい、開封しました。早速、デスマスクの方にキャンサーのゴールドクロス、こちらの方をね、装着していきたいと思います。まあ、その前に、まずデスマスクのフィギュア素体見たいよね。顔の表情はね、まあ、アニメカラーと造形は全く一緒なんですけども、カラーリング変えることによってね、めちゃくちゃこれもかっこよくなってますよ。ではね、早速、足の方から装着していきたいと思います。まあ、既存でついています足は、これもいつものように外させてもらいますね。そしたら、太ももアーマー、こちらをね、まず差し込みますね。こっちか。これを差し込んだら、スネアーマーを差し込みます。で、この部分はね、分割式になっているんで、これを刺したらこちらにはめ込みますね。これをはめ込んだら足のパーツは元に戻したいと思います。入ったかな。まあ、この辺りもね、突起になってて結構危ねえっすね。これまだ完全に入ってねえな。これで入りましたね。そしたら、膝アーマーになります。膝アーマーもいつもと同じで、この溝の部分にこの内側の突起部分、これをね、差し込むんですよね。じゃあこれを差し込んでと。ちょっと固めだな、これ。じゃあこれを差し込んだら片足装着しました。反対側もね、同じようにやっていきたいと思います。これで両足装着しました。そうしましたら腹アーマーになりますね。まあ腹アーマーはね、一度この胸の部分は上に上げさせてもらいます。そしたらこの腹アーマー、縦に分割式になっているんで、これをばらしてからここにはめ込むんですよね。そしたら裏の方にもこれを取り付けます。で、これではめたら胸の部分を下に下げるんですよね。これでね、腹アーマー固定されますんで。そしたら腰アーマーになります。腰アーマーね、データよ、これ多分ね、バックルシステムだと思うんですよね。まあ、正面部分は一度外しますね。データよ、やっぱりバックルシステム。これをね、上にスライドして外すんですよね。まあ、これね、めちゃくちゃなくしやすいんで気をつけた方がいいと思います。そしたら、これは後ろ側がヒンジになっているんで、ヒンジを開いたら、この素体の溝のところ、このね、突起部分をまずは差し込むんですよね。差し込んだら、ヒンジを元に戻します。で、ヒンジを元に戻したら、バックル部分を取り付けたいと思います。で、バックルつきましたね。で、今回ね、このバックル部分、この OC のデスマスクはね、ちょっと固めな感じですね。ポロリはしなかったです。そしたら、この正面部分は元に戻しますね。これで腰アーマーの方装着しました。で、ちょっと画面ブレるなと思ったらね、まあ、先に顔の表情、これ全部見ていった方がいいかな。カメラが反応してしまうんでね。で、こちらが、顔の表情パーツになりますね。うまく見えるかな。これがね、笑みを浮かべた状態。で、こちらが叫びですよね。で、これが瞳を閉じた状態。この高笑いの表情、これね、僕めちゃくちゃ好きなんですよね。まあ、これもね、カメラが反応してしまうんで、一度外しておきます。そしたら、胸アーマーになりますね。まあ、胸アーマーはね、この正面部分、これをね、着脱してから、前側がヒンジになっているんで、ヒンジを開きます。ヒンジを開いたら、まあ、手の方ね、ちょっと万歳のポーズにしといた方がはめやすいですね。この状態にしたら取り付けてヒンジを元に戻します。ヒンジを戻したらこの正面パーツ、こちらの方をね、ここに戻させてもらいますね。これを取り付けたら腕は取り付けたいと思います。まあ総体の手の方はね、これいつものごとく外しておきますね。で、手の交換パーツになるんですけども、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったな。いつものように握り拳の状態、このタイプとこのパーの状態、このタイプですね。それと開きの甘い状態、こちらがセットで入っています。あとね、これね、右手だけになるんですけども、人差し指を指した状態、まあ、赤色明快波を再現する時のパーツになるかな。まあ、今回いつものようにね、この握り拳の状態、これを取り付けたいと思います。そしたら二の腕アーマー、こちらをね、まず取り付けましょうか。じゃあ二の腕アーマー刺したら腕アーマーですよね。じゃあ腕アーマーをここに差し込んでと、そして手首パーツをここに差し込みますね。これでね、片腕装着終わりました。反対側も同じようにやっていきたいと思います。こちらに差し込んでと、まあ、マントは簡単に止まりますね。そしたら肩アーマーになります。肩アーマーもこれもいつもと同じでね、この部分にここを引っ掛けるだけになりますね。これもここに引っ掛けてと、で反対側も同じように引っ掛けますね。これでね、ボディの方は大体装着したかな。そしたら頭部になります。両腕装着しました。まあ、肩アーマーっていきたいんですけども、マントを先につけておこうかな。ちょっとね、まだ胸の部分が固定していないんでグラグラするんですよ。じゃあマントの方はここに差し込むだけになりますね。あー、頭外してなかったな。まあ、今回はね、そのままいきたいと思います。ごめんなさいね。じゃあ髪型の前髪、こちらの方をね、ばらすんですよね。そしたらこのマスクを取り付け用の髪型、こちらをね、ここに差し込みたいと思います。で、マスクですよね。じゃあマスクをここに取り付けてと。これで OC のデスマスク完成しましたね。黒装着しました。原作カラーのデスマスクもなかなかかっこいいんじゃないでしょうか。でもこう見るとね、ホワイト色がかなり多いですね。まあ、マントだったりアンダーウェア、これ真っ白なんでね。まあ、この髪型のカラーリングも結構かっこいいんじゃないでしょうか。で、やっぱり比較したくなりますよね。当然用意してます。こちらがね、アニメカラーのデスマスクになりますね。まあ、僕はね、アニメ世代で育ってるんで、まあ、どっちかっつうとこっちのデスマスクの方がイメージ強いかな。でもこう見るとね、やっぱりね、クロスの形状はほとんど同じかな。あ、ちなみにね、こちらのアニメカラー、これもね、原作仕様のクロスのパーツがついていたんですよね。どうだろうね。こう見るとね、全く一緒だな。これ色変えただけだな。まあ、バンダイさんお得意のね、使い回しっすね。で、こちらなぜかね、このアニメ仕様のクロスのパーツ、こちらの方も入っていたんですよ。これと同じ状態ですよね。まあ、この辺りどういうあれで作ったのかな、よくわかんねえ。こっから本題の方に入っていきたいと思います。まあ、今回ね、この OC のデスマスク、これのレビューがメインじゃないんですよね。まあ、本題はね、キャンサーのマニゴールドだよね。まあ、アニメカラーのデスマスク一度どかしておきますね。まあ、クロスはこの OC のこのキャンサーのクロスを使うってことで、頭部の方出してみたいと思います。こちらが頭部ですよね。まあ、動画の初めの方に出させてもらったんですけども、早速開封の方していきたいと思います。じゃあ、こちらを開けると、こういった形でね、髪型、頭部パーツが入っているんですよね。まあ、これね、ちょっと後で詳しく見ていこうかな。で、マニゴールドの総体、これもね、劇中ではね、この真っ白じゃないんですよ。そういった形で、こちらの方もまた海外サイトの方から購入させてもらいました。まあ、こっちの方がね、劇中のアンダーウェアの色なんですよね。まあ、これでね、忠実にマニゴールドを再現したいと思います。まあ、事前に処理してしまっているんですけども、この辺りのバリ、ちょっと見えるかな、この辺りね、初めバリが飛び出ていたんですよ。でね、関節もね、なんかね、ちょっと固めな感じがするかな。で、ちなみにね、この胸の部分、普通のセイントクロスマイス EX の素体ってこれ上下にスライドするじゃないですか。これ全然動かねえんですよ。まあ、動きはね、こういった動きだけでね、ここは上下には稼働しませんね。まあ、この辺りさすが海外だな。クソクオリティっすよ。でもね、今回ね、マニゴールドを再現したいんで、こちらの素体使いたいと思います。では早速、この素体を使って、まあ、クロスも一度ばらさなきゃいけねえな。じゃあ、このクロスをこの素体に装着して、この頭部パーツ取り付けて、マニゴールド作ってみたいと思います。マニゴールド完成しました。顔のクオリティがね、割と高いんすよね。劇中のマイゴールドに結構似てんじゃねえかな。で、クロスの方も、これ OC のゴールドクロス使ったことによってね、この劇中のマニゴールド、忠実に再現できるんじゃないでしょうかね。もうマントも真っ白だしね。まあ、ちなみにね、このアニメカラーのデスマスクちょっと出しますよ。まあ、これもね、今ね、原作仕様のパーツの方に変えました。これですとね、まあ、この辺りがね、赤が使われているんでね、劇中のマニゴールドってね、確かゴールド一色だったと思うんでね、この辺りりね、細かなこだわりになってしまうんですけども、こっちの OC のゴールドクロス使った方がね、劇中のマニーゴールドに忠実なんじゃねえかな。まあ、これ結構似てて僕大満足ですよ。で、このマニーゴールドを再現するのにちょっと1個難点があったんですよ。この素体っすよね。このね、海外製のクソ素体、これかなりゴミですよ。実際ね、今この膝アーマーちょっと外しますよ。この辺りなんかでもう全然ね、この膝アーマーなんか入りませんでしたね。この部分はね、僕はちょっと削りました。削ってね、これを取り付けられるようにしました。腰アーマーなんかもね、この素体に全然つきませんでしたね。まあ素体の方はね、この辺りも若干削らせてもらいました。やっぱり海外製なんでね、当たり外れはあると思うんですけども、まあ加工を考えると結構めんどくせえでね、僕はおすすめしません。ではね、頭部の方アップで見てみたいと思います。こちらが頭部のアップになります。このマニーゴールドの顔の表情、かなりクオリティ高いんじゃねえかな。似てますよ。めちゃくちゃかっこいいですよね。で、今回ね、これとは別に別の表情パーツが入っていたんですよ。それがこちら。まあ、これね、劇中でね、流血してる表情になるんですよね。こちらのタイプと、あとこれがね、笑みを浮かべた感じかな。若干ニヤリ顔ですよね。まあ、こちらの方も入っていました。どうしようかな。ちょっとこちらの方も交換してみたいと思いますよ。ではね、一度マスクの方を外して、髪型も前髪外しますね。じゃあ、これを取ってしまって、表情パーツも外させてもらいます。若干難点があるといえばね、ちょっとはめにくいかなっていうのがちょっと難点かな。あ、それでね、このパーツ。これはね、今ね、OC のデスマスクのパーツを使ってるんですけども、で、実際はね、頭部パーツの方に付属はされていました。ただ、相変わらずこれクソクオリティでね、で、はめるときにね、もう折れちゃったんですよね。このあたりがね、クオリティクソ悪いっすね。で、なぜかもう一個予備で付いていました。まあ、これも多分はめたらすぐ折れんじゃねえのかな。これはね、僕はね、全然必要ないですね。この OC のデスマスクのパーツ使いたいと思います。ではね、どうしよっかな。ニヤリ顔の方にちょっと変えてみようかな。じゃあ、ニヤリ顔の方に交換しますね。じゃあ、これをはめ込んで。やっぱちょっとはめにくいっすね。この顔もね、かっこいいよね。これもいいっすよね。で、もう一つ嬉しい仕様が、このマスクを外した状態の髪型、これもついてるんですよね。じゃあ、こちらの方もちょっと変えてみましょうか。じゃあ、これを外して、マスクを外した時の状態。これもいいな。これも結構似てんじゃねえから、かっこいいですよね。まあ、せっかくなんでね、この流血の表情、こちらにも変えてみたいと思いますよ。この表情もかなりいいな。まあ、今回ね、この頭部パーツは結構当たりなんじゃないでしょうか。それでこのマニーゴールド、劇中ではね、なかなかやばい強敵と戦うんですよね。今回用意してます。こちらになります。血を司る神、タナトスですよね。まあまだこいつレビューしてないんで、今こんな状態になるんですけども、劇中ではね、この強敵タナトスと戦うんですよね。まあ劇中ではね、マニーゴールドと教皇聖司、まあマニーゴールドの師匠とね、二人でね、このタナトスと戦うんですけども、僕ね、劇中でめちゃくちゃ好きなシーンがあるんですよ。まあこのマニーゴールドがね、このタナトスの顔面に一発食らわせるんすよね。まあこの時ね、俺の師匠ぶっ飛ばしてんじゃねえよ、クソ神があって、もうこのセリフがね、めちゃくちゃ好きです。まあラストはね、見事このタナトスは封印されてしまうんですけどもね。今回紹介させていただきましたキャンサーのマニーゴールド。まあ、海外製の頭部パーツを交換することによってね、この劇中のマニーゴールドうまく再現できるんじゃないでしょうか。やっぱりね、顔の表情が似てるんでね、これでめちゃくちゃかっこいいっすよ。やっぱりフィギュア顔が命だな。で、これね、どこで作ってるのかわかんねえんですけども、前回レビューしたね、アルバヒカと多分作ってるとこ別だと思うんすよね。まあ、箱が全然違うんでね、まあ、こっちの方がね、顔のクオリティはかなり高いんじゃないでしょうか。僕は大満足です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。北欧のチアスガルドにクロスの修復師が復活した。邪神ロキの復活を阻止するべくユグドラシュルの実態を探る。次回「セイントセイヤソウル・オブ・ゴールド」。本気は強キャラジャミールの修復師。君はコスモを感じたことがあるか？